どうも、クピチャンネルです。今日は車中泊で使ってみて良かったアイテム3つお伝えします。今回は車中飯編ということで、クッカーや調理器具になります。紹介する3つは案件とかではなく、自分で購入してみて実際に使ってみて良かったアイテムと失敗したアイテム番外編として1つお伝えします。車中泊で料理興味ある人、よかったらチェックお願いします。車中泊アイテム、自分はコンセプトがあって、コスパ重視で生活感があるアイテムよりもおしゃれで所有感を満たしてくれるキャンプギアのようなアイテムを探して使っております。その方がなんか楽しいんですよね。今日は紹介するアイテムで実際にここで作りながら一人居酒屋したいと思います。よかったら一緒に飲みながら見てくれたら嬉しいです。まず1つ目、スビリングピコフライパン、フライパンです。もうこのフライパン間違いないです。今までいろんなフライパン使っていて、フライパンの旅しておりました。車中泊で使いやすいフライパンはキャンプとか家庭用とはまたちょっと違うんですよね。探していたフライパンのポイントが、夏でも車内で使えるよう IH 対応、できればガスも対応しているフライパン、水で洗わずに汚れを落とせるフライパン、そしてコンパクト、車内で置きっぱにしたいので小さい方がありがたいです。この全ての条件を満たしているのがこのフライパンなんです。このフライパンのフッ素加工半端ないです。めっちゃ落ちます。後で実践するんでよかったら見てください。ホームセンターに売っている1000円のやつでも全然大丈夫なんですけど、美味しく焼けるので一度これ使うともう戻れないです。これステンレスです。なので丈夫で錆びにくいです。14センチと16センチがあって、これは16センチです。そして IH とガス対応になります。10年保証です。そして2つ目が IH クッキングヒーターピッコリーノです。これ車中泊の IH にかなりおすすめです。一番の理由がコンパクトです。これ20センチなんですね、大体。どこでも置けるんで車内にずっと置きっぱにできます。デザインもおしゃれです。それではこの2つで今から実際に調理してみたいと思います。まずはウインナーを焼いてビール飲みたいと思います。そして車中泊の朝食も想定して目玉焼きも作ってみたいと思います。今回 IH 調理器の電源はこちらのポータブル電源から取りたいと思います。パワーウォーク AC100 です。こちらのポータブルバッテリーは定格出力 600W 大丈夫です。容量は 1000Wh、 272000mAh、 かなりあります。料理の熱源としても余裕で使えます。その他のスペックがこちらになります。重量は 15kg ありますんで重いですが、男性でしたら片手でなんとか持てるぐらいの重さだと思います。こちらのポータブル電源の注目したいところは、容量は 1000Wh あるということです。かなりの大容量です。そして珍しい 600W の定格出力です。 IH 調理器なども使えますんで車中飯で使えます。今中火で加熱して540ワット出ています。しっかり焼けてます。ウインナーもしっかり焼けてます。ちょっと焦げてしまいました。卵はこのほりにしかけたいと思います。それではビール飲みながら食べたいと思います。うまい。いただきます。おいしい。最高。この車の中でビールのつまみにウインナーで食べる、めっちゃ美味しいです。そしてこのフライパンステンレスなんで、すごい保温機能があるんですね。だからもうすごいずっと熱々なんですね。すごいいいとこだと思います。で、卵目玉焼きなんですけど、もう黄身までちゃんと火が通ってます。半熟で食べようと思ったんですけど、もう火通っちゃいました。いただきます。おいしい。ウインナーと目玉焼き焼いた後なんですけど、フッ素加工がめちゃくちゃ汚れ取りやすくて、こういったキッチンペーパーですね、これで一旦拭きます。これで汚れとかを大丈夫取ります。さあ、こんな感じでカスとかも全部取って、
あとはこのウェットティッシュ、これで拭きます。これはアルコール除菌が入ってるタイプになります。めっちゃ綺麗になります。これでこのフッ素加工がめちゃくちゃ汚れすぐ落ちます。こんな感じで拭いてももうほとんど汚れついてません。これでかなり綺麗なんですけど、気になる方は家でしっかり洗ってください。これ水使わなくてここまで綺麗になるんで、もう車中飯には持ってこいだと思います。そしてこのフライパン蓋があるんで密閉してくれます。なんで蒸し焼きができます。で今日はこのステーキ買ってきました。これを蒸し焼きにしてみたいと思います。で次も油なしでいきます。もう火は切って、あと余熱で火通します。うまそう。いただきます。うん、あステーキめちゃくちゃうまい。これ最高ですね。あー美味しかった。ちょっと水分結構あるんでキッチンペーパーで拭いた後アルコールウェットティッシュで拭きます。結構時間経ったんですけど蓄熱性が高いんでまだあったかいです。もう一回最後空拭きで消しておきます。汚れはもう全然ついてません。こちらのフライパンメリットなんですけど、フッ素加工がしっかりしてあるんで汚れがめちゃくちゃ取れやすいです。水を使わなくてここまで落ちるんで、車中泊で料理楽しむにはめちゃくちゃありがたいです。そして車中飯だとクックパーですね、これを敷いて焼くっていうのが洗い物もなくていいんですけど、こちらの場合でしたら汚れが取れるんで、そのまま焼いてもキッチンペーパーとアルコールのウェットティッシュで拭けばもうこんな感じで綺麗になりますんで、やっぱりクックパーとかに比べると火がめちゃくちゃ通りやすいんで短時間で美味しく焼けます。でさっきウインナーとかステーキ食べたんですけど、やっぱり火の通りが早かったですね。でパリパリになって美味しかったです。でやっぱりあの普通のホームセンターで売ってるフライパンとかよりもデザインがすごい可愛くて、でおしゃれで所有欲を満たしてくれるんで、なんかこれを使いたいがためになんか焼きたいってなります。デメリットなんですけど蓄熱性が高いんで熱が冷めにくいんですね。これがつまみとか食べてるときは冷めにくくていいんですけど、最後こうやって洗うときとかは熱いんで、それがデメリットかなと思います。ステンレスなんで重たさがあるっていうのがデメリットかなと思います。まあ、車だったらそんなに気にならないと思います。そしてあとはこの取っ手ですね。もし取り外しできたらもっとコンパクトになるので、そこがちょっと惜しいかなと思います。もうそれ以外はもう完璧です。このサイズ感とかもかなり車中飯におすすめのフライパンです。 IH 調理器のデメリットなんですけど、メリットであるコンパクトっていうのが逆にデメリットになる場合もあります。やっぱサイズが限られてるんで使えないやつもあります。やっぱりちっちゃいやつしかダメになります。でこちらのボタンが結構効きにくいんですね。これがデメリットかなと思います。というのも1回これ最初買った時に全然効かなくて、もう5回に1回くらい押したらつく感じだったんで、しゃあないかなと思って使ってたんですけど、一応返品して新しいの送ってもらったらついたんで、やっぱり個体差はあるかもしれません。でこれも交換してもらった分も効くんですけど、たまに押しても効かない時あるんで、もう結構そういうもんなのかもしれません。そこが残念です。それでは番外編として買って失敗したものを一つ紹介したいと思います。こちらです。ケトルなんですね。こんなちっちゃくて実はこれ大きくなります。こうやって回すと伸びて500ミリまで沸かすことができます。こうやって使い終わると閉まっとけるんで、かなりコンパクトになるので車の中にずっと置いときます。で500ミリだったらラーメンとかコーヒーとか沸かせれるんで、ほんとちょうどいいかなと思ってましたが、一回ちょっと沸かしてみます。ちょっとお水入れます。半分ぐらい入れました。じゃあこれで沸かしていきます。今21分過ぎました。わかりますかね、これ沸騰してないんですね。湯気は出てるんですけど沸騰はしないんですね。20分やってこれなんで、もうずっとこれよりは温度高くならないと思います。あったかくなるんですけど沸騰はしないんですね。これがすごい残念な部分でした。やっぱケトルなんでお湯沸騰しないと話にならないというか、でもこれでもラーメンとか作れると思うんですけど、ちょっと時間がかかると思いますんで、これコンパクトなんでもうそれだけがすごい惜しかったです。これが改善されれば車中泊のグッズとしてかなり有効だと思います。3つ目がこちらのボン家具レトロ小型炊飯器です。これめちゃくちゃレトロで
すごく可愛いんですよね。他の炊飯器で有名なのはタケロくんとかあるんですけど、こちらはロックができないタイプになりますん で移動中とかは下手するとこけるとこぼれるんでできないんですけど、結構見た目が可愛いんでなんか所有欲を満たしてくれます。中はこちらもフッ素加工なんで汚れはめちゃくちゃ落ちやすいです。ご飯が 1.5 合までなんで1人か2人でちょうどです。では実際にお米炊いていきたいと思います。この焼き鳥の炊き込みご飯を作りたいと思います。大体消費電力は200ワットぐらいになります。わ、おこげもできて美味しそう。じゃあいただきます。うん、おいしい。うまっ。焼き鳥の味が染みてめっちゃ美味しいです。いやー、お腹いっぱいになりました。まとめると、ツビリング、キコフライパン、ドリテック、 IH クッキングヒーター、ピッコリーノ、ボン家具、レトロ炊飯器でした。現時点で使ってみて良かったものなので、またこれ上回るものがあったら動画にしたいと思います。そしてポータブル電源 AC100 がメモリ1つだけ減ってます。余裕ですね。こんだけ使ってメモリ1つだけなんで、もうガスに代わってポータブル電源を熱源に使える時代が来ました。ガスに比べるとポータブル電源値段が高いので、そこだけがネックですが、安全でガスが使えない場所も結構あるんで、電気は便利です。今回は自分が使ってみて良かった車中泊グッズでした。クッカーや調理器具以外の車中泊グッズも需要がありましたら、また動画にしたいと思います。こんなんもあるよとかコメント書いてくれると、僕も使ってみたいと思います。それでは最後までありがとうございました。メーカーさんから連絡があり、セールが行われるということで、容量が1000ワットアワークラスで10万円を切るので、選択肢の一つとしてありかもしれません。概要欄にリンク貼っておきます。これ分かりますか？エアコンガスなんですけど、視聴者さんから教えてもらって、インディのデメリット動画でエアコンが効きにくいっていうのを言ったんですけど、こういうの入れたら効くよって言ってくれたんで、実際に今度入れてみて温度下がるのか検証してみたいと思います。聞いたらまた動画で出したいと思います。